ゆっくりオタクチャンネルにようこそ。皆さんこんにちは。霊夢です。マリサだぜ。今回はカノンの解説動画、第2弾だよ。前回はヒロインの一人、沢渡誠を解説したよね。誠が復活した理由には本当にびっくりしたんだぜ。そうそう、前回は誠がどうして復活できたのか解説したね。今回の動画でもヒロインを一人取り上げて解説していくよ。というわけで今回紹介するヒロインは、夜な夜な魔物をうつむ口系ヒロイン、川澄舞だよ。おお、蜂蜜くまさん、ポンポコたぬきさんで有名な舞だね。舞のストーリーは誠と同じで、すごく幻想的というか、ファンタジー色が強い印象があるね。魔物もそうだし、舞自身にも不思議な力があったりするし。確かに幻想的で、少し不思議なシーンが多いよね。誠編と同様に、一回見ただけでは理解しきれない部分も多いストーリー展開かもしれないね。そうそう、魔物の正体とか、舞の能力が何なのかとか、疑問は多いんだぜ。ということで、今回は魔物や舞の能力について掘り下げて解説していくよ。今回も京都アニメーション版を元に解説するので、ネタバレが気になる人は注意だよ。それでは皆さん最後まで、ゆっくりしていってね。それじゃあ、まずは川澄舞の人物像をおさらいしていこうか。学年で言うと舞は雄一より上級生で、3年生の先輩だね。キー作品では貴重な先輩ヒロインなんだぜ。そうそう、実はキー作品では珍しい先輩キャラなんだよね。エアーだとヒロイン全員が主人公より年下で、そもそも国崎ゆきとは学生じゃなかったし、クラなどでは古川渚は岡崎智也より年上だけど、留年してて学年は一緒だからね。リトバスだとヒロインはみんな同学年だし、リライトだと一応千里茜は先輩だけど、小太郎の実年齢ってアラサーだし。そう考えると純粋に先輩キャラと言えるのは、カノンの舞とさゆりさんぐらいしかいないんだよね。さらに加えて、無口キャラで天然も入った欲張り属性を持つ、キー作品のキャラクターでは唯一無二の存在と言えるね。確かに初めは無口でクールな印象だったけど、雄一と夫婦漫才のような掛け合いも多くなって、天然度合いが高くなるんだぜ。まあ、天然なのは舞が優しくて素直な少女であることの裏返しといった面があるかもだね。じゃないと、蜂蜜くまさん、ポンポコたぬきさんといった名セリフは生まれなかったろうし、それと蜂蜜くまさんのセリフからわかるように、大の動物好きだね。動物に必ずさん付けしたりして、だいぶ動物愛が深いよね。そうそう、動物をさん付けしてしまうから、しりとりも苦手なんだよね。舞の動物好きは幼い時から変わらないみたいで、入院中のお母さんと動物園に行く約束をしたり、雪うさぎを作ってもらって喜んだりしてたね。そう考えると舞ってヒロインとしての見どころが多いように感じるんだぜ。あとは結構恥ずかしがり屋なところも可愛いよね。好きなものをストレートに好きとは言わず、嫌いじゃないが口癖だし。確かに好物を聞かれて、牛丼とかタコさんウインナーを嫌いじゃないって言ってたね。雄一のことも嫌いじゃないって言ってて、それって告白なの、ってドキドキしたりしたよ。口数は少ないけど、かえって何を考えているかわかりやすいんだよね。けど魔物との対決でわかるように、運動神経も良くて、かっこいいところもあるんだぜ。それに魔物の攻撃にさゆりさんと雄一を巻き込まないように、あえて冷たくしたりと、そんな不器用なところにも、舞らしさを感じられるよね。こうやって見ると、舞って一言じゃ言い表せないほどの濃いキャラだね。どんどん新しい一面が出てくるというか。それだけ多面的なキャラクターだよね。複雑な性格ゆえに、よりリアルな存在に感じられて、共感できる部分も多いと思うよ。それじゃあ、人物像の振り返りはこんなところにしようかな。次からは舞のストーリーを掘り下げていくよ。舞のストーリーはいろいろと不思議なところがあるけど、まず一番気になるのは魔物の正体なんだよね。そもそも魔物が何だったのか、解説をお願いしたいんだぜ。うん、確かに魔物は一番重要な部分だよね。はじめに結論から言うと、魔物の正体は舞自身なんだ。もう少し詳しく言えば、舞が持つ不思議な能力そのものと言えるね。この辺っていろんな疑問が湧いてくるんだよね。なんでその能力が魔物になったのかとか、そもそも舞の能力って何なのかとか。じゃあ、順を追って説明していくよ。まず、舞の能力だけど、これは人や動物を癒す能力だったね。過去シーンでわかる通り、舞のお母さんは難病を患っていて、ずっと入院しているほど危険な状態だったんだ。そんなお母さんを救いたい一心で、舞はこの能力に目覚めたんだ。お母さんの容態が悪化して、もういよいよとなった時、舞が元気になってほしいと祈ったところ、お母さんが奇跡的に回復したんだよ。この舞の能力は、翼が折れた鳥や枯れた花も復活させるほどで、命あるものを救うことができるんだ。でも、この能力のせいで舞は苦しんでもいたよね。悲しいことにそうなんだよね。実は、舞には叔母がいて、この叔母によってテレビ出演して、舞は能力を披露したんだけど、これが原因で能力を気味悪がった人々から舞はいじめられてしまったんだ。
結構陰湿なものだったよね。自宅にまで嫌がらせされていたし。こうした誹謗中傷から逃れるために引っ越しまでしたしね。けど、前は自分の能力のせいで再び嫌われることを恐れ、一人で過ごすようになっていたんだ。それでも雄一とは友達になったんだよね。そうなんだ。どうやら前の能力には予知、予言の能力もあるみたいで。前のことも、前の力も、全部受け入れてくれる人が来ると、雄一との出会いを予感させていたんだ。そしてその能力に導かれるように、前と雄一は麦畑で出会ったんだ。雄一は前の能力に偏見を持つことなく、むしろ受け入れて、二人は仲を深めていったんだ。これが、10年前の出来事だね。けど、別れが来るんだよね。雄一の夏休みが終わって、実家に帰らなくてはいけなくなったからね。そしてこの雄一との別れが原因となって、魔物が生まれたんだ。前は実家に帰る雄一を引き止めるために、いつも遊んでいた麦畑に魔物が出たから、一緒に麦畑を守ってほしいと嘘をついたんだ。けど結局雄一は麦畑に来ることはなく帰ってしまったね。このことに前は大きなショックを受けて、雄一が麦畑に来なかったのは、能力のせいで自分が嫌われたからだと思い込んでしまったんだ。その結果、前は自分の能力を拒絶してしまい、追い出した能力が、実際に魔物となってしまったんだ。自分の能力を手放してしまったんだね。これって前は能力を使える自分自身を嫌いになったってことだよね。その後麦畑は開発が進み、雄一たちが通う学校が建てられたんだ。けど、前はかつて麦畑だった場所を守るために、自らが生み出してしまった魔物と戦い続けるんだ。いつしか雄一のことは忘れてしまい、なぜ魔物と戦っているのか、その目的すら見失うほどだったね。大事な目的を忘れて、魔物を倒すという手段にだけこだわるようになったんだね。雄一を忘れた頃に、その学校で舞と雄一が再会するのも、なんだか運命な気がするよね。とまあ、以上が魔物が生まれた経緯だね。すべては10年前の出来事が原因だったんだ。それじゃあ、次は魔物についてより深く掘り下げていくよ。霊夢の説明のおかげで魔物の正体が舞が解き放った能力そのものなのは分かったけど、なんで魔物はあんなに凶暴だったの？校舎を壊したりもしてたし。舞がそういう風に魔物を生み出したから、とも考えられるけど、舞が受けたいじめが原因だと考えられるね。舞は能力のせいでいじめにあったから、能力がそういった暴力的な悪意を呼び寄せたと思ってるんだ。だから舞の頭の中では、能力イコール凶暴という図式が成り立っていたと考えられるね。だから魔物は暴力を振るうことしかできなかったのか。もともと人を癒す能力だったのに、いじめのせいで凶暴なものに変わってしまったんだね。それと魔物はもともと舞の一部だったから、当然舞の元に戻ろうとするんだ。けど、魔物は暴力でしか相手に訴えることができないから、舞の元に戻ろうとすればするほど凶暴性を増していくんだ。そして最も凶暴性が現れたシーンの一つが、舞踏会の場面だね。窓ガラスが何枚も割れたりしたシーンだよね。そうだね。魔物が舞の元に戻ろうとして、あれだけの惨事になってしまったんだ。でも魔物っていつもは誰もいない夜の校舎に現れていたよね。なんで舞踏会の時だけ大人数がいる場所に現れたの？それは舞踏会の時に、魔物が舞の元に戻れるチャンスがあったからなんだ。先に説明したように、魔物の正体は舞が追い出した能力だから、魔物は舞の元に戻ろうとして近づくんだ。けど舞は自分の能力のことが好きではなかったから、魔物を拒み続けていたんだ。それに舞は能力のせいで人に嫌われた経験を持つから、自己肯定感も低いし、そんな自分は嫌われてもしょうがないと思っているから、自己嫌悪の負の連鎖になってしまっているんだ。実際、周りから不良と誤解されても何も弁明することはなかったよね。それだけ舞は自分を否定していたし、周りの人間を信じることもできなかったんだね。つまり、舞の今の状況が改善されなければ、舞は自分の能力を拒否し続けてしまうんだ。だから舞が能力や自分自身を受け入れられるようになれば、魔物は舞の元に戻ることができると考えられるんだ。それが舞踏会で実現しそうだったんだ。そうなんだ。舞踏会では雄一とのダンスのおかげで一般生徒たちは舞のことを見直したし、何より雄一が魔物のことを知ってても自分を嫌うことはなく、むしろそばにいてくれたことに感謝までしていたよね。だからこの時、舞は雄一やさゆりさんのおかげで自分自身を受け入れることができたと思うんだ。でもこれは裏を返せば、魔物が舞の元に戻ることができる絶好の機会なんだ。それで舞踏会の時に魔物が現れたのか。それに絶好の機会だからこそ、魔物もいつもより凶暴性を増したんだ。この時ってさゆりさんまで怪我をしたよね。魔物って舞自身なんでしょ。なんでさゆりさんまで傷つけたんだろ。魔物が舞自身にもコントロールできないほどに凶暴だったのはあると思うけど、実は舞の性格が大きく関わっていたんじゃないかとも考えられるね。あまり考えたくないけど、実は舞はさゆりさんにいい感情を持ってなくて襲ったの？
考えてみれば、舞踏会だけじゃなくて、舞の誕生日の時もさゆりさんは襲われて大怪我までしたし。いや、決して舞がさゆりさんのことを嫌っていて魔物が攻撃したわけではないんだ。それを聞いてほっとしたんだぜ。二人はあんなに仲がいいもんね。それでさゆりさんが襲われた理由だけど、これは関係のリセットを図ろうとしていたと考えられるんだ。舞は過去の雄一との別れがトラウマになっていて、大切な人との別れを非常に恐れているよね。だから大切な人を失うくらいなら、最初からいなかったものとして扱おうとしてた節があるんだ。これはしおりに対する香りの感情に似ているかもだね。さゆりさんに能力や魔物のことを打ち明けていなかったように、舞はさゆりさんに嫌われたくなくて、その話を避けてもいたしね。けどそれはさゆりさんのことを大切に思っているからこそ、危ないことに巻き込まないようにしていた証拠なんだ。こうした複雑な感情の裏返しで、魔物がさゆりさんを襲ったと考えられるんだ。いつか別れてしまうくらいなら、今のうちに関係をリセットしよう、ってことか。つくづく思うけど、舞って本当に不器用な性格なんだぜ。でも不器用だとしても、舞が優しいのは確かなんだ。犬に自分のお弁当を食べさせたりするように、自分を顧みない優しさを舞は持っているんだ。だからこそさゆりさんは舞と友達になりたかったと思うしね。そう考えるとさゆりさんが魔物に襲われたことは、舞にとって本当にショックだったろうな。そういえば、魔物は人を襲うだけじゃなくて、舞自身にも影響があったよね。最終決戦の時に魔物を倒せば倒すほど舞が衰弱していったのは、自分で自分を攻撃していたことになるから。うん、その通りだね。魔物の正体は舞自身だから、魔物を倒すほどに舞自身にフィードバックされたんだ。途中で体にあざができたのも、それが原因だね。なんだか自分の嫌いなところを受け入れられなくて、自己嫌悪で自分を傷つけているようで、痛々しいんだぜ。まさに言う通りだね。魔物は舞の心の問題なんだ。雄一もきっかけの一つだったけど、それでも舞が自分の能力を好きにならないことには、魔物は生まれ続けてしまうし、舞は傷だらけのままなんだ。それに、最後に舞は剣で自害しようとしたけど、なんでそんなことをしようとしたんだろ？これはいろいろと理由が考えられるけど、第一にさゆりさんを巻き込んだことへの贖罪が考えられるね。舞が直接さゆりさんを襲ったわけではないとしても、舞が生み出した魔物のせいで怪我したのは確かなんだ。それに以前、生徒会長のクゼに嫌味を言われた際に、舞はさゆりを傷つけたら許さない、と言い返したんだ。このように、さゆりさんの身に何かあれば容赦しない姿勢だったよね。だからこそ魔物の正体が自分自身だったことを知った舞は、己を許すことができず、自ら命を絶とうとしたと考えられるんだ。そっか、さゆりさんのことを本当に大切に思っていたからこそ、自分を許せなかったんだね。それに加えて、全ては自分のせいだと感じていたことも、理由の一つだと考えられるよ。そもそも10年前に雄一に嫌われたという誤解が原因で魔物が生まれたから、全ては自分の責任だと思っただろうしね。そんな自分のことを舞は受け入れられなかったと思うんだ。でも、舞は剣で自分の体を貫いたけど、死ぬことはなかったよね。これはなんでなんだろ？それは舞の能力による奇跡だと考えられるね。思い出してほしいんだけど、舞の能力は誰かを救うことができるものなんだ。だから舞が自害した後も、能力のおかげで舞の傷口は塞がって、九死に一生を得たんだ。ってことは能力は舞自身に戻ったってこと？そうだね、ここで大事なのは、雄一が舞の能力を受け入れられる存在だったということ。雄一は10年前に出会った時も、舞に対して偏見を持つことはなく、友達として仲を深めたよね。その時から変わることなく、雄一は舞の能力を忌み嫌うことなく、すべてを受け入れていたんだ。実際に雄一は能力のことや舞の不器用さを知った上でも、俺もさゆりさんもお前のことが好きなんだからな、と伝えていたしね。10年前に雄一に嫌われたという誤解が解けた今、舞自身によってずっと否定されてきた能力は、それを受け入れた雄一の優しさのおかげで、舞の元に戻ることができたんだ。そっか、誰かに受け入れてもらえることで、舞は能力を自分のものとして認められたんだね。もともと舞の能力は、お母さんを救おうとして生まれたものだったよね。舞の力は人を救うための力だからこそ、舞自身も救われたんだ。だから舞の能力は、希望、と呼ぶにふさわしいものなんだ。自分で自分を好きになれることで、初めて誰かを助けることができるのかもね。舞の優しさは希望と呼べるほどに尊いものなんだぜ。解説してもらえたおかげで、舞のことがもっと好きになったよ。ひとまず舞のストーリーに関する考察解説は以上だよ。さて、じゃあここからはもう少し踏み込んだ解説をしていくよ。あ、背景が変わった。ということはまた夢の世界？そう、ここは夢の世界。カノンを妄想力で読み解く世界だよ。前回の誠編ではピロー中心に解説してたけど、今回のテーマは何なの？今回の夢の世界のテーマは、川澄舞は雄一がいなくても魔物を倒せていたんじゃないか？という if について語っていくよ。雄一だから舞を助けることができたんじゃないの？
確かに作中の展開の通り、過去に友達同士だった雄一のおかげで、舞は能力を受け入れることができて、自分自身をも認められたと言えるね。けど、もし雄一と再会していなかったら、別の道をたどることで、舞は魔物の問題を解消できたのではないかと考えられるんだ。なんだか想像できないんだぜ。具体的にはどうやって舞の問題は解決されるの？ざっくり言うと、さゆりさんのおかげで問題解決するのではないかと想像できるんだ。まず、魔物が生まれた根本的な原因は、舞が自分の能力を嫌ってたからだよね。つまり、能力を忌み嫌うことなく、舞のことを受け入れてくれる味方のような存在ができれば、舞の問題は解決し、魔物も自然と消滅すると考えられるんだ。でも、作中だと舞はさゆりさんに能力のことを打ち明けなかったよね。舞はそこまで心を開くのかな。確かにその点を踏まえると、難しく感じるかもしれないね。ただ作中では、舞とさゆりさんは同じ大学に通うことを目標に受験勉強をすると話していて、舞とさゆりさんの関係は高校を卒業しても続くと想像できるんだ。だから雄一の時と比べて解決に時間はかかるかもしれないけど、大学やその先の人生で、舞がさゆりさんに能力のことを打ち明けて、時間をかけてゆっくりと、能力を受け入れていくこともできると考えられるんだ。確かにさゆりさんは舞の能力を気味悪がったりはしないと思うよね。むしろ打ち明けてくれたことが嬉しくて協力しそうだし、ますます二人の仲は深まりそうに思えるよ。それに、実はさゆりさんによって舞の問題を解決した方が、平和的になる可能性が高いと考えられるんだ。作中では雄一が舞に積極的に関わったことで、舞踏会や誕生日会でさゆりさんは魔物に襲われたからね。もし雄一が舞に関わっていなければ、舞踏会に参加することもないし、誕生日会も二人で静かに催していた可能性が高いんだ。ああ、確かに言われてみると、雄一が介入したことで事態が悪化したと見ることもできるんだね。考えてみれば、魔物は雄一も狙っていたわけだから。雄一がいなければ校舎が壊れるほど、魔物が活発になることもなかったかもね。せいぜい窓ガラスが割れる程度で済んでいたかもしれないんだぜ。そうなんだよね。雄一と舞が過去の記憶を思い出して、問題が解決される作中の展開が一番しこりが残らないけど、実は雄一のせいで状況がかき回されていることも否めないんだよね。今思うと、雄一がやっていたことって結構無謀で、焦って対応していたかもね。それに比べて舞とさゆりさんの二人だったら、ゆっくりとしたペースで自然に解決する気がしてきたよ。まあ、あくまでこれはもしもの話でしかないし、雄一がいたおかげで三人が急速に親しくなれた部分もあるからね。それに雄一が舞と出会わなければ、誠が行方不明になった時に助言をもらえなかっただろうし、雄一のあゆへの接し方も変わったかもしれないしね。そっか、舞の問題を解決するだけだったら、雄一は絶対必要ってわけじゃないけど、雄一が舞と関わらなかったら、誠もあゆも救えなかったかもしれないのか。そう考えると、やっぱり作中の展開が一番良かったのかもしれないんだぜ。そうだね、やっぱりそのままで良かったのかもしれないね。ただ重要なのは、舞は自分の能力によって奇跡を起こせるから、あゆの力を借りる必要がないってことだね。だから雄一やあゆが関わることがなくても、舞の問題は解決した可能性が高いんだ。そっか、カノンはあゆの奇跡の物語と思ってたけど、舞は自分の力で何とかすることもできるんだね。そうだね。自力ではどうしようもできない問題を解決できる奇跡の力があゆのものだとしたら、舞の場合は、自分自身が変わることで自分の力で問題を解決できる希望の力と言えるんだ。なんだかカノンの作品イメージが変わったような気がするよ。あゆの奇跡に頼らないでいたと思うと、舞がなんだか特別に思えるんだぜ。奇跡に頼らず自分の力で希望をつかめると思うと、舞の物語は私たちに自信を持たせてくれるように感じるね。なんだか舞をより好きになってもらえたようでよかったよ。ただ、アニメだとあゆの奇跡が全くなかったわけではなく、舞にもあゆの奇跡は発動しているんだ。え、そうなの？舞が自害した時の傷は舞の能力で治してはいるけど、魔物退治で舞の体は衰弱していて、入院する必要があったほどなんだ。当初の見立てでは入院には時間がかかり、卒業式には間に合わないとされていたんだ。そういえばさゆりさんも魔物に襲われた傷のせいで、長期間入院する必要があったよね。そうだね。二人とも卒業式には出られないと思われたけど、ここであゆの力によって奇跡が起きるんだ。舞とさゆりさんは医者が驚くほどのスピードで回復していき、最終回では無事に卒業式に出ることができたんだ。これがあゆの奇跡のおかげだったんだ。ちなみに、あゆの奇跡に触れたことで、舞はあゆの置かれた状況を理解でき、あゆが目覚めるために必要な助言を雄一にしたんだけど、この点についてはまた別の動画で詳しく解説しようかな。さてさて、今回の解説はここまでとなります。カノンは本当にいろんな解釈が可能な作品だから、感想や考察などコメントをもらえると嬉しいよ。皆さんからもらったコメントは一つ一つ目を通してるので、いろんなコメントをもらえると嬉しいんだぜ。
ありがたいことに最近は解説がわかりやすいとコメントをもらえて、本当に励みになっているよ。特にキー作品はよくわからなくてモヤモヤする部分も多いから、そういった部分を解消できて、さらに作品を好きになってもらえたら、これ以上の喜びはないよ。最近は高評価をしてくれる人も増えてきて、本当にありがたいんだぜ。けどもし解説でわかりにくい部分があったらコメントで教えてね。皆さんに作品の魅力をわかりやすく伝えられるように工夫していくので、それとチャンネル登録もしてくれると嬉しいよ。ではでは今回はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。